はい、おまけのクイズ。はい。七色ドリームスのうん。オープニングデモをさっき見てないから見てね。ないんですよ。せっかくだしおまけで見てみようかなと思って。八つ目が、こっち、あ、そうか、七つはなんか言ってた。女の子の、多分数だよね。俺はこのゲーム気になった一つの理由として、この妖精ちゃんがすげえ好みなんですよ。これもなんかあるのかね。それがさっき本編で影も形もなかったじゃないですか。なんか右上とかにたまに出てたよ。本当？ちっちゃく。俺この子も攻略対象じゃねえのかなって思ったんだけど、違うんかな。この子はどこにいるの？あれ？街で会わないでしょ。明らかに異世界ですよね。ねえ、異世界転生するんじゃない？途中で死ぬんじゃない？死ぬんか？一回主人公が。うわっって先死取んりしてで。んな。急いで。俺ダンバインのフェラリオとかすげえ好きなんですよ。ああ。妖精キャラに弱いんですよね。君の信頼が欲しいな。これが魔王。魔王のデザイン結構かっちょいっすね。そうだね。はーい。っていう話なのね。まあ一応さっきもオープニングをちゃんと見ましたけども、そういうこ改とめにてな見るるんですと。よね。はい。で、なんかさ、スタート、この今の選んだ音、スト2とかと一緒じゃん。カプコンの音だ、もカプコンの音でう。プすね、もルンっていう。プうやルつ。ンってやつは。ほら、カプこコンののと音こでろ。すね。すラウンー。ドとかあんだ。ライフカード。ライフ最か。大にしておきましょうよ、これ。いや、もうこれ、今やんねえから。ママもう俺らのデータはできないんじゃない？それ。ジか。すげえカプコンの音いっぱい聞ける。この、これ、ご挨拶ってのがあってさ。なんだろう。うわ。これ誰だっけ？サキちゃんですよ、これ。これさっき。プラネタリウムですね。ね。はい。そこしか言わない。あ、出演者を紹介だって。あ、キャラ紹介あるんだ。もしかして CV まで紹介してくれるのかな？違うわ。キャラデータだわ。スリーサイズまで教えてくれる。どこで会えますか？どこで会えええ、ます次期オリンピック。すか？なごいかね。なかの成績。この子はどこで会えるか分かってんだけど、止まらないんです。胸とケツが同じでかさとしか情報でわからない。ドラえもんまでもうちょっとだね。はドラえもんはスリーサイズ100、100、必100だ殺から。技サマーソルトキック。これはやばいですね。やべえ女だよ、だからこれ。待ち伏せだから、ほら、ガイルと一緒じゃん。本当だ。ガイルもずっ間と待違ち、えるな。ガイルもずっと端っこでこうやって待ち伏せしてるじゃん。今日からガイルって呼ぶわ、この子のこと。この子のことガイルガイルって呼ぶわ。スイクーン、スイクーン。サマーソル。サマーソル。キャラだった。はい、どこで会える12歳か。かわいいね。怖い。日本へ亡命ですって。それもその辺で会えねえだろう。ロッ日テ本読みにロッテだ。ロッテちゃん、ロッテちゃん会いたいな、ロッテちゃん。あ、さきちゃんの私服かわいい。制服かこれ、もしかして。学校の学生なの？学生なんじゃないですか。所属公務員だよ、だって。ちょっと思います。先生。先生だ。うわ、でっか。何とは言わないけど、人気は上々なんだ。多分理科って何？多分。はあ、えみちゃん。俺らがやたらと好感度を上げてしまってる。やたらと出会ってる。フフリーリーカメカラメマンラか。マンなんだね。はあ。ゲーム好きなの？ゲームとキムチラーメンが好き。違うね。どっちの？キム両チラーメン。方、両方、両方。正ヒロイン。評判なんだ。あ、それでもうカメラで狙ってたのね。好きなことお昼ね。いかがでしたか？これ制作者のお気に入りがさきちゃんなのかなんでな。ナビね、ゲーさっターきが役。紹介なんだろうね。知ってる。安心してくれと。そうなんだ。それはもう自覚してんのね。アーケード版はどうだったかなんて確かめようとしよう、無駄。お店にもうないっすて。ごい、メタネタがすごいね。メタすごいっすね。やっぱ神はーい。ゲーだわ。なるほどね。間違いの神ゲーだわ、こういう凝ったところが。まあ次回以降もじゃあ頑張っていきたいですね。楽しみにし出まし会ってなょい子が何人かいるんでね。う。会いたいですね。
はい。